はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。久々にウイスキーね、今回飲んでいきたいと思います。はい、新しく発売しました新余市です。宮城郷もね、買ってきましたが、とりあえず余市をね、こちらが 180ml の、まあ、ミニボトルですね。これでですね、ミニボトルでなんと値段が1080円というですね、まあ、非常に高い。で、フルボトルだと4000円しますんで、ものすごく高いっていうか、ものすごく高いっていうか、もうこれね、ノンエイジなんですけど、もう新しくなって、もう10年とか12年とか、そういうの表示がもうなくなったらしくて、残念ながら、まあ、ね、なんか、まあ、俺以前飲んだことが、余市で飲んだことあるのは、ノンエイジと10年ぐらいなんですけど、まあ、10年、と多分値段同じなんじゃないかな。うん。まあ、フルボトル4000円だからね。だからまあ、ぶっちゃけた話、内容的に多分10年ぐらいなんだと思います。アルコール度数が45度。で、原材料がモルト。シングルモルトなんで、ね。モルトのみ。創業者竹鶴正隆が、ウイスキー作りの理想の地として選んだ北海道余市。四季を通じて寒冷な気候、豊かな水源、湿潤で澄んだ空気、そして今や世界でも、稀な、石灰直尾蒸留が生み出す力強く厚みのあるシングルモルト。柔らかな、樽熟成香と、麦芽の甘さ、豊かな果実香の調和、力強いピートの味わいと香ばしさ、穏やかに持続する多くの甘さとスモーキーな余韻が特徴です。と書いてあります。アルコール度数45度だから、まあ、強いですね。前の、余市10年って何度だったっけ？あれもアルコール度数45度ぐらいだっけな。まあ、ちなみにこれ、俺、180ml の買っちゃったんですけど、店によっては、ミニチュアボトルの 50ml のやつもあるみたいなんで、まあ、俺の行ってた店ではちょっと、なかったんで、しゃあねえなと思って買ったんですけど、本当は 50ml のやつが良かったんですけど。ね。まあ、とりあえずね。まあ、俺みたいな、こう、動画で、アップするだけの人間は、まあ、そんなに、ね、量はいらないんで。それでは乾杯。美味しいかな？まあでも、余市10年よか美味しくないと、もう、正直、もう劣化ですよね。てか、だいたいフルボトル4000円だったら、俺、普通に、これ買わないですよ、多分。だって、ボーマー12年が、あれだもんね。3000円ぐらいで買えるもんね。3000円か3500円で買えるから。それか、こんなん買うんだったら俺絶対あれだ。ボーマー買うわ。うん。ああ、うん。うん。こう、カラメルの甘さが非常に強いっちゃ強い。ただ、シングルモルトがね、余市の10年前飲んだことあるけど、あれのうまさは異常だったからね。ほんと余市10年はね、うますぎてびっくりしたぐらいだから。あれに比べると、やっぱりちょっと弱いですね。味が。なんかコクがあんまりちょっと薄いかな。個人的に多分、今、これ一口目飲んだ感想としては多分、前の昔あったノンエイジと、余市10年を混ぜて2で割ったような感じです。正直残念ですね。2015年の9月1日に新発売した余市と、宮城郷です。微妙だな。もっとなんか、
余市10年って前飲んだやつってめちゃくちゃ濃かったんですよ、味が。甘さもなんか濃かったっていうか、コクが濃かったっていうか、重かった。どしっときた。どしっときたんですけど、結構軽くなってるのと、なんか、ちょっとアルコール臭がするのと、ちょっとあれですね。アルコール臭がするな。うわぁ。ここまで落ちたか。うわぁ。落ちたか。ここまで落ちたか。うわぁ。全然だね。うわぁ、全然だね。余市10年、昔の余市10年もアルコール度数45度、5度みたいですね。うわ、めっちゃアルコール臭するやん、これ。やべえ、これ。これはやべえな。なんか、すっげえアルコール臭する。マジで。なんじゃ、こりゃ。うわ。ダメだ、こりゃ。まあ、まずいって言っても、もう昔の余市はもう手に入りませんからね。プレミア価格ですからね。もう今やもう、昔の余市10年のフルボトル16,200円とかですよ。高え。まあ、言うてこれだって、フルボトル4000円だけど、あれ、山崎と同じだからね、価格としてね。まあ、山崎よかうまいとは思うけど、これはちょっとない。昔の余市10年に比べたら、半分ぐらいの、まず、うまさが半分ぐらいになってるね。これは終わったな。俺の中で余市は多分終了した。っていうよりも、日華ウイスキーが、今のところ日華ウイスキーで生きてるのはもうこれは終わったね。多分余市も宮城かもゴミでしょ。クソです。ひどい。なんだよ、このアルコール臭。これ、あれじゃないの？アルコール度数、アルコールでごまかしたような味だな。すっげえ、薄さも半端ねえし。余市10年に比べると、薄さも半端ねえし。香りも半端ない、少ないし。うわ、なんだこれ。うわ、まず。このまずさよ。何このアルコールの甘さのような香りというか、甘さもあるし。何これ、アルコールじゃん、ほとんど。うわ、コクもクソもあったもんじゃねえよ。コクも香りもクソレベルだね。はぁ。まあ、あと俺が、今のところ、唯一、日華ウイスキーでまだまともなのとすれば、あ、でもほとんど終盤になるのか。まだでも、俺行った時点で、ブラック日華スペシャルとブラック日華8年はまだ終盤っていうか、まだ残ってましたけど、まああれは多分結局最後なんだろうね。あと、ハイニッカも、あれだもんな、終わるんだもんな。もうダメだな。唯一俺が、あと、残ってるのとすれば、フロムザバレルぐらいか。フロムザバレルはうまい。間違いない。フロムザバレルと、そうだな。ピュアモルトホワイトも終売だしな。となると、ピュアモルトブラックぐらいか。まともなのブラック。ですね。まず。やべ。まずすぎて、ちょっとこれ飲めないかもしんない。
こんなん4000円出して買うやついねえよ。こんなん2000円でも買わんわ、俺は。フルボトル2000円でも買わん、こんなもん。バカバカしい。あとあれか、ディープブレンドはマシか。ブラックニッカディープブレンドはまだ良かったんで、まあディープブレンドは価格としては、1500円ぐらいだったもんね。ディープブレンドはまだいい。これ買うんだったら、ディープブレンド買った方が100倍マシですよ。こんなに4000円出して。バカじゃねえの。マジで死んでくれや。このまずさか。半端ねえな。おい、昔の余市の10年の味を返せよ、ほんとに。もう余市10年のあのうまさって言ったらほんとにやばかったからな。あの濃さと、重さと、どしっとくる重さと、うまさと、香りと、そしてあれですよ。ものすごい、ピートコね。このなんか、飲んだ時に、こう、口の上のあたりにもうなんか、アルコールのピリピリ感がこう、ブワッとくるんですよ。で、香りももうその時点でもう、なんか、ウイスキーの香りというよりは、酒のね、アルコールの香りみたいな。うわぁ。で、口に含んだ時にこの、一切ないの。この軽いの。どしっとこないの。コクが、薄いんですよ。なんかウォッカみたいな感じ。ウォッカ飲んでるようなこの軽さ。口の中に感じるこの軽さですよ。どうなってんだこれおい。マジでもう、ニッカウイスキーも終了のお知らせじゃん、これ。これはあれだわ。皆さんにこれ本当に伝えとかなければいけない。これは絶対ミニチュアボトルか、このハーフボトル買った方がいいです。絶対。ハーフボトルちゃうわ。これハーフボトルじゃねえよ。これあれだ、ミニボトルか。180ml。これフルボトルとかで買わん方がいいです。フルボトルか 500ml のやつ出てるんですけど、これは絶対買わん方がいい。買ったら端レベルね、これは。これはやばい。絶対買うべきではない。まずミニチュアボトルか、ミニボトル。でも絶対飲んだら、あ、フルボトル4000円の値段すんのこれっていうレベル。逆に驚くレベル。ゴミ。ゴミだね。かぁ、まずすぎ。これはもう笑ったとか言ってるレベルじゃない。笑えない、これは。何これ。この口の中に広がらない、この、広がるのはただのアルコール臭だけっていう、この感覚。うわぁ。なんかね、前の昔あったシングルモルト余市のノンエイジに比べれば、まあ若干マシのような気もするんだけど、でもシングルモルト余市もこんなアルコール臭しなかったしな、っていうことを考えるとなんか、感覚的にシングルモルト余市と10年、と、あとアルコールを3、全部混ぜて3で割った感じ。多分余市3年ぐらいだよ、これ。このレベル。余市10年とかのレベルじゃない。5年ですらない。これ3年ぐらいだ。俺の、あれだと。俺の下から、求め出される答えはこれ、余市3年ぐらい。原酒不足とか言うてさ、マジで。結局、マッサンですよ、マッサン。クソ、クソ、
クソアニメ、クソアニメちゃうわ。あの、クソドラマ。あのさ、NHK のあのクソドラマのせいでよ、お前。もう完全に死んだやん。俺の中で日課ウイスキーはもう、クソと化した。だって、日課ウイスキーといえば余市でしょ。看板が余市だったんですよ。余市と宮城郷。まあ宮城郷はあんまり美味しくないから、まあいいとしても。少なくとも余市ですよ。日課ってさ、余市。ね？そのお前、余市がお前。この看板アイテムのこの余市がこんな味だよ、お前。誰もこれ買わんよ、こんな。うっす。くわ。うっす。これハイボール要因じゃないの、これ。これハイボール要因だろ、絶対。これは逆に飲んでもらいたいね。うん。余市10年を飲んでた人に、飲んだことある人間に、これ逆に飲んでもらいたい、これ。この薄さ。恐るべき薄い。冗談じゃない。これは本当にあの、日課ファンの俺からすると本当に冗談じゃない。マジでこれガチです。これはガチだ。もう口に含んだ時にもうね、あの、あーってなるんですよ。このアルコール臭の軽さと、このアルコールのこの、味。これはひどい。うわ、なんだこれ。マジでこれもう冗談じゃねえよ。に、余市って言ったらお前、スモーキーフレーバーとさ、ねえ。あの、強さよ、スモーキーな味。あれ、どこ行ったんだよ。うわぁ。これは冗談じゃねえわ。もうダメだ、終わった。終わり。日課終了のお知らせ。日課終了。はい、みんな解散。解散、解散。もう日課解散しようぜ。もう日課ウイスキーもう、あれじゃん。だってさ、この程度の量で俺こんだけ時間かけて飲んでるんだよ。どんだけまずいんだよ。うわぁ。なんでお前この程度の量俺そんな飲めないんだろう。なんでかってまずいからです。まずいからです。ほとんどアルコール臭です。アルコールの味です。本当にこれ半分アルコールで埋めたんじゃないかなっていうレベルだね。参ったな。まあ、参ったなって言ってももうしょうがないんだけどね。だって、これが4戦する時点で、あ、もうボーマーの勝ちだなってなった。俺の中で。もうあの、ボーマーの、フルボトルが3500円ぐらいなんで、あ、これだったらボーマー買うわってなって終了。もうゴミ。うん。もうゴミですね。こんなもん、買う価値なし。まあ、俺がこれに価格を設定するならば、フルボトルで今に4000円だから、まあ、2000円ですね。2000円妥当ですね。1800円だな。あ、価格設定する、これ、あれだ。フルボトルで1800円のね、あの味ですね。これは。うん。当然のごとく、フロムザバレル以下です。フロムザバレルは 500ml 1800円ですからね。フロムザバレル買った方が100倍いいです。こんなん買うなと。これあれだ。ハイボール要因だ。とうとう余市もハイボール要因まで下がったか。格下げだな。これ残りこれ、残りこんだけあるけど。これあれだな。全部ハイボールだ。こんなもんストレートで飲んでたらマジで、あの、喉がね、あの、焼ける。別な意味で。喉とね、あの、アルコール飲んでるような感じ。あの、ウイスキーを、ウイスキー、
とアルコールを半々で割ったような感じ、これ。この余市。多分、俺の感覚で多分余市10年をね、アルコールでね、半分割った感じです。同じ量で、同じ量、1対1でね、アルコールと余市10年をね、1対1で割ったような感じ、これ。くそ。飲めば飲むほどまずい。考えられん。昔の余市10年のあの濃さと、ね。あれ、スモーキーの香りと、あれはもうどこへ行ったんだ。うわぁ。ちょっとショックで、ちょっと言葉が出てこない。うわぁ、この口当たりとこの喉越し。あぁ、これはひどい。これはひどい。完全に紛れもなく、これはウォッカのレベル。ウォッカ以下のレベルです。これは。うわぁ、これはひどい。日課もよくこんなもん4000で売れるね。フルボトル4000出して買うやつおる、これ。それこそバカ舌アピールだよ、これ。まあ、あれか。まあ、山崎のノンエイジを4000円で買うようなもんですね。もう完全にバカ舌アピールレベルだ。ザキヤマのあのノンエイジも同じ値段ですけど。あ、もうそれのレベルに格下げされました。まあ、山崎のノンエイジフルボトルで買ってるやつもね、大概だけどね、これももう大概だね。もう完全にハイボール要因です、これは。こんなん買うんだったら角瓶買った方がいいですよ。サントリーの角瓶、黒角買った方がいいわ。同じハイボール要因とすれば、角瓶、黒角の方が全然美味しい。はい。ということで。うっひゃー、この喉に残る感じのこの、うわー、まず。冗談抜きでまずい。逆に飲んでもらいたい、皆さん。皆さんぜひ飲んでもみてください。ものすごくまずい。ぜひ、多分ミニチュアボトル 50ml のやつだったら300円か400円ぐらいで買えるから。ね。ぜひまずくなった日課をお試しあれ。僕はもうゴミです。僕ゴミの、まあ甘みは結構強めですね。香りもまあゴミと。まあおすすめはゴミと。こんなん一つ星ですよ。当たり前だろ。バカ言わせない。1421です。ご視聴ありがとうございました。